はい、こんばんは。国重です。ということで、ビットコイン大反発ということで、ビットコイン価格見てみましょう。1038万円ということでね、ぐいぐいと上がってきておりますということで、はい。もうちょっと下がると思ってたんですけど、急に反発しましたね。やっぱりアメリカの大統領選もあるし、まあ、大統領、次期大統領もね、まあ、ビットコインに期待してるってところもあるんで、はい。まあ、どんどん、これからもうどんどん上がっていくんじゃないかな、と思いますね。はい。どっちが大統領になるとしてもね、上がる方向にしかないと思います。で、今週のニュース、見てみましょう。はい。ビットコインが2050年までに、290万ドルに到達するシナリオ、ね、バンエックっていうアナリストが公開しております。2050年までに290万ドル、約 何億円 ?4.4 億、あれ ?4.4 億円か。4.4 億円。まで上昇すると言っていますということで、2050年先は長いですけど、ね、あと25年ということですけど、はい。まあ僕の感想としてはもっと早くですね、これ到達するとは思いますよ。もっと早く、こんなもんじゃないですね。もっと早いですね。2035年までには到達しているはずですけどね。はい。ということで、まあ、その根拠がですね、国際的な商取引の 10%、国家内の商取引 15% で、ビットコインが使われることになると、そうなるという試算をしているようですと。で、アメリカも、ビットコインを準備金として保有するっていう、ね、そういう噂もありますんで、ね、それがなったらですね、金以外にビットコインで保有するという計画もあるみたいだから、それも織り込んでそうしてると思います。はい。290万ドル。はい。で、マイニングが2140年まで続くんですよ。あと100年以上。続きます。2140年までですから。はい。そこまでは、やっぱりビットコインの価格下がらないですよね。あと100年以上下がらないんで、はい。ちょっと高いからといって、ちょっと買わないっていうのはもったいないんでね。今からでも思い切って買う。ね、思い切って買うというのが、まあ、将来的にはいいのかなと思いますよ。うん、まあ、少しずつでもね、買っとくというのがいいですよ。明らかに。将来的にね。はい。で、SBI が、米資産運用大手と新会社設立、ビットコイン ETF 参入準備かということで、ビットコイン ETF が日本でも、ね、行われて、ビットコインをね、ETF で買えるようになる可能性が高いですね、近々。そうなるとですね、株を買うようにビットコインを買うことができるんですよ。で、申告、分離課税になりますから、株と同じ税制になるんですよ。そしたら非常にメリットがありますよ。うん。まあ税金の面でね、メリットがあります。今はですね、超過累進課税って言ってですね、今一番重い雑所得の課税の方式になってますから、最大 55% の税金がかかります。はい。まあ、それは、条件があって、4400万円を超える場合ですね、利益が。その超えた分が、まあ、55% なんですけど、まあ、1000万円以下の
利益だったら、まあ、安いもんですよ。20%とか30%じゃないですか。うん。まあ、その、分離課税とそんなに変わらないんですけど、非常に大、たくさんビットコイン持ってるっていう人はですね、あるいはお金持ちでビットコインをたくさん買いたいという人ではですね、ビットコイン ETF、これはいいと思いますね。税金の面でですね、優遇されるということですよ。ETF っていうことはね。はい。ということでございます。あ、次に、仮想通貨相場反発、ビットコインカンファレンスのトランプ登壇に関心集まるということで、ビットコインカンファレンスが、ね、大統領候補が、ね、登壇するということですね。すごいことをですね。それだけビットコインに注目が集まっているということで、トランプさんが何を言うのか、ね。はい。注目が集まりますね。まあ、トランプさんだから、まあ、アメリカとしての準備金としてね、ビットコインを買いますよ、と、ね、いうことを言うと思いますよ。それの法案通しますよ、と、ね、いうことを言うと思いますよ。明らかに金に比べると、まあ、ビットコインの方が優れていると、いるんですから、しょうがないですよ。ね、ビットコインエコシステムっていうのはね、今後、急速に拡大していきます。このメタバースとかね、Web3 といった分野でですね、まあ、ビットコインは切っても切り離せない存在になりますからね。はい。ということです。で、ビットコインを米国の準備金に、さっき言いましたね。共和党議員新法案の発表を計画。ということで、まあ、準備金としてね、ビットコインをこれから国家として買っていきますよと言っていくことで、もう、これは大きな問題というか、大きな関心事ですよね。で、国がですよ。国が生き残りをかけてビットコインを買うというフェーズに来ているということなんですよ。はい。で、これに習ってですね、銀行とかですね、まあ、企業、上場企業もですね、これに習ってビットコインを準備金として買うことになるんですよ。実際もう銀行とかはですね、もう買ってますよ。ETF を通じてね。どんどん買っていってる。で、企業もどんどん買っていきますよ。で、資産運用会社も買っていきます。もちろん。ね、乗り遅れないために。そして、国家が買うというフェーズに入ってきました。これ、大変なことでございます。ということで、まあ、大台の1億円を超えるのは、まあ、そんなに遠くない話じゃないのかなと、ね、思いますけどね。はい。今後のニュースに期待していきましょう。はい。今はですね、皆さん、贅沢をせずに、ね、昼飯食べなくてもいいですよ。ね、半額弁当を食べて、1日1食か2食でいいんですよ。ね、で、節約して浮いたお金で、こういったビットコイン、その他のアルトコインを買うっていうフェーズに今来てますから、はい。1年後、2年後が楽しみですよ。はい。楽しみを増やしましょう。投資で楽しみを増やして、ワクワクね、しましょう。そしてね、お金持ちになりましょう。ということでね。はい。今日はこれで終わりにさせていただきます。ということで、チャンネル登録、よろ
いいねボタンよろしくお願いいたします。